はい、皆さんこんにちは。シェフなつきです。今日も田舎暮らしシェフアセット八ヶ岳 TV をご覧いただきましてありがとうございます。すいません、大変ご無沙汰しております。いやいや本当にね、いつも謝ってばっかりのなつきですけど、すいません。やっぱね、春休み忙しいんです。仕事できないんですよもうお迎えとかご飯とかね、うちはもう本当にね、ツインインカム、ウィズキッズ、新しい言葉を作ったんですけど、二人で稼いで、二人で働いて、二人で仕事をして、子供好きというね、昔あったじゃないですか。ダブルインカム、ノーキッズって、二人でそれぞれ稼いで、独身貴族のように、夫婦だけで暮らそうって、うちは違う、二人で稼いで子供と楽しもうっていうスタイルですので、子供が春休みでいると、私はさらに忙しい。そういう、妻もですね、私と妻はさらに忙しい。そういう、日々を過ごしておるわけですよね。ねえ、だからさ、ここにずっとレストランにいられないんですよ。子供の昼ご飯作りに帰らなきゃいけないとかね、迎えに行かなきゃいけない。ちなみに、はい、今日も土曜日撮ってるんですけど、はい、この後ね、あと30分したら私は長男のクラブの終了時間でございまして、お迎えに行かなければならない。これ田舎ってなかなかね、あるあるですね、お迎えね、本当に。東京のね、学校を出た人間にはみんな交通手段がいっぱいあるから、自転車、バス、電車、徒歩、いろんなことできますけど、田舎は歩いて帰ったら3時間とかね、そんなになっちゃうんで、お迎えに行かなきゃいけないんですね。と、はい、いっぱい話をしてきましたが、今日やるのは何かと申しますと、お迎えの話ではなくて、農業研修の話です。この間、踏み込み温床というのを作ってる動画ね、ここら、ぬか入れて、葉っぱ入れて、とか水撒いてって動画、見てない？見てたら見てくださいね。はい。その、動画を、やった後に、あそこにですね、あれがね、まず北海道のように、なりまして、40度とかに発熱するんですよ。すっごいですよね。で、その上に種をまいて、寒い、まだね、そんなに暖かいわけではないので、そこに置いて、温室を作って、それで、苗を育てるということをしております。その光景をですね、2週間になって、種入れるところ、それから、苗になったものをちょっと外すところ、苗になったのを写真を写して、ちょっとそこから外して、これから畑に植えていく準備をしましょうと。そういうのをやってみました。来週はね、畑に植えていく予定らしいんですけれど、まあ、そうやって、種、こんなちっちゃな種が、こんなになって、こんなになって、こんなにいっぱいものがなって、っていう世界をね、実際見て、びっくりしましょう、一緒に。僕もね、未だにびっくりしてるんですけど。いやね、農業ってすごいんですよ。はい。ちなみに、知ってますか？お米一粒。はい。それから、1000倍から1600倍の、一粒の種から出た、ぬぬぬぬぬ、ほは、なんと、1600倍、ないし1000倍。そんだけね、一粒からお米取れるんですって。すごくないですか？一粒からね、1600倍になる仕事なんてないですよ。ねえ、このゲームというかね、この増え具合、特にね、稲科はすごいらしいんですけどね、本当にすごいですね。まあ、それは人間、お米食べますわなって感じですよ、本当に、麦とかね、いやいや、そういうね、自然の脅威とか、自然のパワーみたいなものをね、味わって、目で味わっていただきたいと思いまして。これから、シーズンを追って、まあ当然時間がね、ピュッてくっつけるわけじゃないんで、プチプチになりますけど、こうやってお届けしたいと思います。それでは、どうぞ。この時の土の入れ方って、どんな感じですか？一応平らでいいや。そして、はい。押さずに。もうこの分入るからね。まあお先にいいや。おはようございます。
この間大原来てばっかなんですけど。あ、大原ですか。はい、妻が大原なんで。一応根っこが張ってるので土が崩れないかなと、うん、根っこが張ってます。それでちょっとだけ圧力ですね。はい、向かえるか。よいしょ。でちょっとだけ圧力、ちょっと草があったら指では投げちゃっていいんですよね。ええ、こんな感じですね。反映するように。まあ、こんな真っ黒なやつですね。こう表面を、うん。多少これかかっても、後で水やって、こう取れるんで大丈夫です。はい、まあ正確には種じゃなくて、種がちょっと出た双葉とかね、あの若、こういう若い感じのやつを次に、植えていくという、はい、工程でございました。あ、種植えた動画とかはね、あの種ね、ちっちゃくて何やってるか分かんなかったね。こう、もう何ですかね、もうね、本当もうこのさ、爪の白いとこぐらいしかないんですよ、もう大きさ的に。なんて表現するんでしょうね。1ミリ、2ミリじゃないですか。特にね、あの、稲やなんかまだ大きい方。ご飯の稲なんか。野菜の種ちっちゃい。本当に。もうね、吹けば飛ぶんですよ、本当に。ピューって。で、飛んだらどこ行ったか全然わからなくなっちゃうんですよね。もうそんななんで、撮ったんですけど、見えないんですね。何やってるかわかんないから。あ、ちっちゃくなった。次の苗の段階から、お見せいたしましたけど。ねえ、すごいでしょう。で、使ってる土はね、あの、踏み込み温床、去年の踏み込み温床が終わったもの。で、どういうしてそれかと言いますと、教わったんですかね。ぼかし先生、教わった。栄養がないんです。全部分解されちゃってるからね。栄養なくていいの？そうなんですって。種から発芽して、双葉になっていく、これぐらいのちょっと大きくなっていく状態では、栄養があったらダメなんですって。ダメなんですって。なぜか。怠けるから。栄養がなかったら、やっべー、生きなきゃーってなるので、ね、いい根ができるんですって。これね、人間と同じですね。うん、すごい思った。本当にその人のポテンシャルを伸ばすためには、最初が肝心だし、最初にどれくらい頑張れるか。それできた後はね、もう頑張る。能力がついてるから何度でもあるんですね。いや、あのね、ある人から聞いたんですけど、最初から潤沢な資金で始めたプロジェクトって大体ポシャル、工夫しない、金使えばいいと思う。いや、同じですね。野菜と同じなんだ。すごいびっくりしましたね。まあ、夏はこういうどうでもいいことをね、くっつけていく。野菜と人生がくっつく。こういうのは好きなんで、あの、いらんこといっぱいいっぱい考えてて、今まで誰も聞いてくれなかったんで、あの、一人ごとしゃってたんですけど、YouTube があるじゃんと思って、今 YouTube 喋ってます。これを聞いてくれた、僕の救世主、僕の考えを聞いてくれて、本当にありがとうございます。というわけで、はい、あ、まあ、切る、まだ切らないね。はい、次行きましょう。というわけで、あの、育ったやつを、今度ね、もうちょっと大きいやつに変えていく。そういう工程がありますから、ぜひ見てください。うん、このレタスなんか食べれそうですね。なくなっちゃうけど。ねえ、美味しそうですよ。
これこの間鉢上げしたやつ。この間ですよね。いい、この大きくなっちゃった。うん、特にこの緑ナスはすごいですね。これは長ナス。長ナスはちょっと長い。あ、葉っぱが長い。あ、本当だ。なんとなく背も高いし葉っぱが長い。この辺が、あのシンクロナスかな。カモナスも。あっちゅう間ですね。ですね、なんでこんなに増えるのに農家さんって儲かんないのかな。あんなちっちゃい種がこんなになっちゃった。はい、いかがだったでしょうかね。こんなのがこんなになるんですよ、すでに。でももっとこんなになっちゃうんですよ。あ、いいね、今。こんなになっちゃうんですけどね。ねえ。生き物数でもね、すごい。すごいけど、でもやっぱり農家さん大変、大変。本当に手間かかる。ね、一粒が1600倍、1000倍になっても、なかなかね、単価が安かったりとかすると、やっぱりね、いくら育てても育てても、まあ、お米が1000倍であってね、稲荷が1000倍であって、野菜とかそんなすごい出るわけではない。それでもやっぱりね、ニンニク1とか木から8つとかね、1株できるわけですよね。その、増えていくパワーはすごい。しかしそれを、貨幣というね、人間が作ったシステムに、変換していくにはさらに別の知恵がいると、ここがね、また難しい。料理も同じですよね。うん。というわけで、そんなこと、いろんなことを考えているもの、夏季は余計なこといっぱい考える。考えるのが楽しい。考えたこと、喋るのが楽しい。そんな、夏季の、動画にお付き合いくださいました。ありがとうございます。そろそろね、春になりましたから、僕も、春休み終わりまして、子供たちも学校に来ましたんで、真面目に動画を作っていきたいと思いますが、はい。これからも、コツコツ作っていきますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。そして、チャンネル登録、コメント、高評価、低評価、アクションお忘れなく。この間あったら、見てるんだけど、チャンネル登録してない人いたんですよ。ねえ、チャンネル登録して見るのも、チャンネル登録して見ないのも同じように思えるかもしれないけど、僕のモチベーションは、そのチャンネル登録にもありますので、コメントにもありますので、ぜひ、アクションお待ちしております。それではまた次の動画で。今日もボラビティ。